CCR の Have You Ever Seen the Rain という曲でした。今日はそんな雨を気にしなくてもいい、とってもいい天気で良かったですね。影の方はちょっと寒いかもしれないですけど、ここめっちゃ暖かいですね。ホットな音楽をこれから届けたいと思います。よろしくお願いします。2曲目はカーラ・ボノフっていう人の曲で、リンダ・ロンスタッドもカバーしてるんですけど、トラブル・アゲインという曲です。I see it in my heart again.
こんな感じで、まあ、ウエストコーストサウンドを中心にやってるんですけれども、今日はあの先紹介で8人メンバーが8人ということがあったんですけど、今日はあの2人欠席で、1人はアコースティックギターなんですけど、今日稲刈りがあるということで欠席です。もう1人はあのキーボードもいるんですけど、キーボードは今日は他の吹奏楽の方のことでやってるということで欠席で、今日は6人でお届けします。どんどんやっていきたいと思います。次の曲はもともとザ・バンドがやってた曲で、ザ・ウェイトっていう曲なんですけども、それを、石尾治さんが日本語でやってたバージョンでやりたいと思います。今夜だけは、
ありがとうございました。こんな感じでね、ちょっと古い曲ばっかりをやってる感じはあるんですけども、まあ、次もまた古い曲なんですけど、次はリーナ・ロースタートさんので、まあ、ヒットした曲ですけども、もともとはね黒人のバンドの、曲だったんですけど、それをリーナ・ロースタートがカバーして、ちょうど僕らが学生時代の頃ですね、もう今から何十年も前になりますけど、その頃にヒットした曲です。ヒートウェイブ。ここでメンバー紹介したいと思います。向こうからオンベース、マチャ、ドラムス、ダッチ、リードギター、伊藤くん、コーラス、ボーカル、アイミン、ボーカル、フーミン。一応僕がリーダーで、ギターとボーカルしてるのブリンです。よろしくお願いします。まあ、今までちょっと古い曲ばっかりやってきたんですけども、ちょっと1曲だけ、まあ、日本の曲なんですけども、新しい、まあ、そんなに新しくないんですけど、竹内まりなアルバムに入ってた曲かな、シンクロニシティ。
もうこれで最後の曲になります。まあ、ウエストコーストといえばやっぱりイーグルスですね。イーグルスといえばみんなホテルカリフォルニアかなとか期待しはるんですけど、ちょっと外して、イーグルスの、ね、デビュー曲になります、 Take it easy、 これを最後にいきたいと思います。ありがとうございました。